自閉の動画解放軍。動画で解放とか、めっちゃええやん。自閉の動画解放軍。今日、面白いパズルゲームをダウンロードしました。残念ながら有料アプリですね。ROP。ROP というアプリ。起動すると、ROP という何かぶら下がったもの。それが出てます。それを下にスワイプします。そうすると上にお手本の図形。の下にシミュレーションゲームのような六角形の画面が出てますね。 黒くなった六角形の間に線が貼られてる。それをドラッグすると動かせるんですよね。これ何やるか。上のお手本図形を作ってください。ただそれだけです。最初は非常に簡単です。本当にこんなの誰でもできるわって感じですね。簡単なステージですと一直線ですね。これで終了です。これも斜め線。これだって簡単ですよ。これだけですよ。V の字型。これだって簡単。 このような形でステージを進めていきます。最初は簡単だけどどんどん難しくなっていく。それ難しくなるんだけど、本格パズルゲームみたいにすっごく頭を使う必要もない。頭を使うというより直感で解くパズルですね。それとなんか癖になってどんどん先のステージに行きたくなるんですよね。私ダウンロードして結構やっちゃいましたからね。あと後ろに流れる音楽も結構神秘的。 不思議な感覚で、パズルゲームなのに、理屈ではなくて、感性、本能で解く。ROP。ぜひダウンロードして遊んでみてください。自閉の動画解放軍。